夏野菜大豊作です。でもよく見たらトマトがひび割れたり傷ついたりして、これじゃあ台無しだわ。いいえ、そんなことはありません。今日はどんなトマトでも美味しくできる夏野菜レシピ、スペインのガスパチョを作ります。ベジアナの夏野菜3分クッキング。よーい。あ、アレクサ、さっきの曲、リピート再生して。最近聴いた楽曲を Amazon Music で再生します。スタート。まず、何から始めればいいんだ。まず、トマト、切ります。トマト切ります。はい。はい、余計なとこだけカットすればいいんですよ、こういう傷んだとこね。それで、お、この続きを聞いたのは初めてだぞ。はい、この大きいのもニンニクパン一かけ。本当は玉ねぎがいいそうですけど、今日はないんでネギです。それからあとキュウリも少々、きゅうりも少々ね、きゅうりも少々と、それからピーマンも、はい、種取って、はい、こういう感じです。ナスは、まあ今日はこれぐらいにしましょう。はい、これを全部フードプロセッサーにますぞ。お、終わっちゃったよ。Amazon Music で再生します。よし、トマト入れます。どんどん入れます。きゅうり、ナス、ピーマン、そしてニンニク、大木さんの、ニンニク、なんだっけ、イルマノのニンニク。そしてネギですね。それからお好みで、塩コショウ、塩、百姓の塩、山口の百姓の塩、オリーブオイルで、レモンかビネガーですけど、これはお好みで、クミン。私はお醤油が好きなんで、ちょっと塩を減らしてお醤油。そしてバジルも取れたんで、バジルも入れちゃいます。よし、こんな感じでいかがでしょう。あとパンも入れるんだって。パンも一かけ。よし、これであとはいきます。できた。トポトポトポ。はい、夏にぴったり夏野菜たっぷりガスパチョできた。めっちゃ時間かかってる。いただきます。ほら、すくって、さっぱりして美味しい。うん、これは飲むサラダや、食べるトマトジュースや、こんな何ぼでもいけますからね。飲んでみますか。うん、野菜ジュースとしてもいけるし、冷製スープとしてもいけます。お、クミンも効いてて、いけるね。これは食欲のない朝ごはんにジュース代わりにいけますね。夜ごはんならね、前菜に一口ね。あ、アレクサ、ストップでいいよ。ガスパチョ3分ではできなかったけど、あー、うまい。ごちそうさま。